うして私の邪魔ばかりするの、イデア。私は別にあんたの邪魔をしに来た。リアルキー君に師匠の手紙を渡しそびれたから届けに来ただけ。上泉さんの手紙？そう、師匠は随分し…ああ、ありが…剣の話を聞きに私の元に通い続けていた君がピタリと来なくなり…辛い思いをしているのだろう。しかし、それは君にとって越えるべき最初のその壁を越えられなければ、君は何事にも自信を持てない男に、病床にいながらではあるが、いろいろ調べ、君が就職した動力推進本部とやらは、確かに、おそらく、そろそろ弱音を吐きたくなる頃な。しかしそれは、会社が君にかける期待の表れ。将来有望な君に、任せる事業の重責に負けない体力と、最初はあえて辛いことをさせるでしょうと、君の条件の素振りと同じ。君が今している辛い思いは、後に君は私の本から剣を学び、この後、どのような活躍をするのか私には知る由もない。しかし、ひとところに腰を据えて、ぜひともその越えるべき壁を飛び越えてみてほしい。諦めずに歯を食いしばって、颯爽と飛び越えてみせてくれ。上泉さん、イデアさん、僕はどうすればいいでしょう。どんなことがあっても新人をいじめ抜くような職場なんかダメよ。思い出しなさい、ここ1ヶ月の出来事を。あんな繰り返しのし、あなたには幻の召喚魔法アマテラスを見つけるというし、あなたと私の名は魔法師に三千とか。君はどうしたいの。迷ってまーす、大いに。でも一度決めたことは精一杯頑張り抜くべきだという教え。上泉さんの通信教育で学んだ極意、一番大切な教えですし。どうしよう。そうね、君はここに残りなさい。望まない。イデアさん、いいのかい。イデア、うん、仕方ないよ。納得していないものを、いや、職場の人や師匠には、君はメフィリアの助手をしっかり務めて、必ずアマテラスとやらを。あっ、お、いや、このたわけが。あ、師匠。ソードマスターのアスタリスク所持者、剣聖、元は広告軍第一師団黒金の刃の団長であり、イデアの剣の師匠でもある。あらゆる剣技に精通し、剣聖の異名を持つ。果たして彼がイデアに伝えることとは。話は聞かせてもらった、大体が。じゃあ、彼の言い分も分かってやってください、師匠。イデア、君までもがそんな考えだとは。師匠は？君は歯車になるということが、いかに重大なことかを分かっていない。社会に出て右も左も分からぬ未熟な者が、ちょっと辛い目に遭う。一人前の歯車になれるかどうかを自問する前に、歯車として刺激される。そんな弱々しい少年の者が仮に他の道に進んだとして何を耐性できるという。イアルキーの精神を軟弱にしてしまったのは自分にもその責任がある。そしてそんな意見に加担してしまう不肖の弟子イデアを育てた責任も。どうしてもイアルキーに職を辞めさせるというのであれば、私を切ってからにするがいい。